ラボプレゼンツ、美と健康をお届けするチュラカーギレディオ。お相手は鍼灸師の川野達也です。よろしくお願いします。この番組は美容鍼灸整体サロンラボーテの川野が、美容のこと、また健康にまつわる有益な情報などをリスナーさんに発信していく番組です。またメッセージも受け付けております。疑問・質問、美と健康について教えてほしいこと、お悩み、体験談なんかもね、どしどし、DM ください。メッセージはインスタグラムから那覇美容鍼灸整体と検索していただくとラボーテのアカウントが見つかります。ラボーテのアカウントをフォローしていただき、 DM からメッセージをお待ちしております。はい、ということで5月も末になりましたね。5月末になりました。もうね、すぐそこに6月が待っているという状態ですけれども、皆さん体調いかがですかね、調子いかがですかね。ですね、もう梅雨ね、まだ沖縄はこの時期梅雨真っ只中なんですけれども、平均的に沖縄ね、いつ梅雨明けるのかなってちょっと調べてたら、だいたい6月20日前後が統計的に多いそうです。6月20日ね、内地で、兵庫県ではね、梅雨本番、まだ梅雨入るか入ってない、どんぐらいかな、梅雨これから本番っていう時ですね。なんで、沖縄はね、20日頃には明けそうなんで、もうちょっと我慢ね。毎日雨が降るとちょっとね、気分もやっぱり落ちるんですけどもね。はい、元気にね、これからも元気に、頑張りましょうということで、梅雨明けするとですね、実は紫外線が強烈になってまいります。嬉しくありませんね。肌荒れの原因にもなりますし、シミ、またそばかすっていうね、やっぱり紫外線っていうのはちょっとね、最近の紫外線は本当に強烈なのでね、紫外線対策っていうのをしっかりしないといけません。で、紫外線というのはなんで悪いのかっていうとね、結局活性酸素ね、要は細胞を酸化させる効果があります。なので簡単に言うと老化を進める原因になりますので、お肌の大敵です。なので日焼け止めを塗るのはもちろん必須になりますね。もう本当に365日、もう紫外線ってやっぱね、この時期きついと言っても、冬場でももちろん紫外線ありますので、日焼け止め、外に出るときに日焼け止めを塗るっていうのはもう必須ですね。お肌を守るためには必須、美肌になるためにも必須になりますのでね、日焼け止めはしっかり塗りましょうということなんですけども、実は見過ごしがちなのは目を皆さん守ってませんね。要はサングラス外に出るときしてますかね。サングラスする人もいるでしょうけど、しない人も多いと思います。実はこれね、ファッションに用いられること、もちろんね、サングラスファッションの一部として用いられることが多いのですが、これ目はめちゃくちゃ大事なので、サングラスしましょうね。で、目に強い紫外線が入ると、それを察知した脳は防御反応を示して体内にメラニン色素を、作るように命令します。だから目からね、紫外線入るとメラニン作るんですよ。で、それによってシミとかそばかすの原因にもなりますのでサングラスあんまりね、好みじゃないなと、かけたくないなっていう方もね、目を守るためにね、サングラスをね、しましょうね。 UV カット効果のあるサングラスを選んでね、サングラスしてください。ただね、これ想像するとね、こう街中全員がね、サングラスしてるとちょっと怖いなってね、なんかテレビ番組の逃走中みたいにね、ちょっと追っかけられるんじゃないかなっていう、もう全員がね、サングラスしてるのを想像すると
ちょっとね、怖いなって思ったんですけども、はい、でもそれぐらいね、本当に目を守ることは大事です。それだけ紫外線というのはね、なかなかね、ちょっといろんな原因を生むので、ぜひね、目を守ってください。はい、目を守ってください。でね、これサングラスで思い出したんですけどもね、那覇のね、国際通りを歩いてると、やっぱり修学旅行生っていうのものすごい見かけるんですよね。もう集団でね、学生たちが制服着て歩いてるんですけども、その時にサングラスね、結構やっぱみんなこうお土産屋さんで買ってるんですけど、もうパイナップルのねサングラスとか、シーサーのねサングラスとかをこうかけながらね、楽しそうに歩いてるのがね、いつも面白くて、であれ多分こう学生ね、班に分かれて何班ね、1班2班みたいな感じで、班に分かれて多分行動してるので、もうその班の全員ね、5、6人が全員ねサングラスかけてね歩いてたりっていうのがよくね、国際通りに皆さんね行ったことある方は見かけたことあると思うんですけども、すごいねあれ面白いですよね。多分一緒にもう合わせて買おうかって、多分お土産屋さんで買ってね、みんなで、国際通りを歩いてるんじゃないでしょうかね。まあそれでもね、本当にそうやって目をね、もう日差し強いですから、目を守ってね、はい、すごいいいことだと思います。はい、なので、紫外線本当にね、梅雨明けからきつくなります。まだちょっとね、梅雨明けにはまだもうちょっとですけども、ぜひね、紫外線の対策っていうのをこれから取るようにしましょう。はい、それではまたね、たくさんの DM いただいておりますので紹介していきます。29歳女性、60代の母が目の下のくすみ、またたるみで悩んでいます。どうにかなりますか、ということで質問いただきました。はい、なります。これはね、たるみにしてもそうなんですけども、肌の奥、真皮層と言われる肌の奥のコラーゲンの生成、コラーゲンをね作ることがね、ちょっとうまくできてなくて、肌の張りが不足している状態なんじゃないかなと思います。ただね、実際これも見てみないと原因ってたくさんありますので、本当にね、お顔も表情筋、筋肉でできてますから、いろんな癖だったりとかね、生活の習慣で、こういうたるみを生んでる可能性もありますので、ぜひね、LINE してくださいっていうことですぐ返信したら、はい、すぐ予約を取っていただいて、はい、施術をしました。でね、この方ね、実は3回施術来ていただいたんですけども、そのね、感想をいただきました。1回目からあれ、ちょっとたるみが薄くなったっていう感じで、1回目はちょっとそれぐらいだったんですけども、続けて施術してもらい、2回目が終わった頃にはもっと目立たなくなっていました。3回目受けた後はほとんどわからなくなりました。目の下のたるみを取るシートとか定期購入してたんですけれども、あんまり効果わからなかったのに、やっぱり美容針ってすごいっていうことで感想いただきました。はい、非常にね、嬉しい感想ありがとうございます。目の下のたるみ、本当にね、目の周りっていうのは非常に目立つんでね、でマスクしてももう目の周りってすごくわかるでしょう。なので非常に目立つ場所なので、鏡を見るたびに憂鬱にねなってる方も多いと思うんですけども、これもね、やっぱり内部からしっかり肌にね、肌の内部からアプローチすることで、この潤いをね、潤い出す細胞をしっかりね刺激して、でお肌の張りが回復すると目のたるみも、これ改善しますからね、ぜひ同じようなお悩みの方は、ラボーテにご相談くださいね。目の下張るシートもあれ別に悪くはないです。刺激してね、あれも血流良くしたりとか、潤い、最近ではですね、潤いがね中に入っていくような小さなちょっと針がついた構造になってて、で、寝てる間につけているのに、つけていたら それがね若干溶けながらこう浸透するみたいなね、すごいいい効果をもたらすシートとかもあるんですけども、だからあれが悪いわけじゃないんですけども、やっぱりいろんなところでね、その
その方のお顔を見た状態で施術しますので、美容針っていうのはすごくね、やっぱりこうやって効果が出ますので、ぜひね、ご相談ください。はい、続いてまいります。30歳男性、肌荒れがひどくてね、肌荒れがひどくてマスクをつけて接客をしています。勧められて美容針に受けましたということで、来ていただきました。2回目の施術の後、なんか肌が変わってきたのが実感できました。で、次の日になるとガサガサしてた肌がちょっとツルツルになってきて、すごくね、嬉しく思っています。来月も通います。で、彼女も連れて行きますということで、はい、彼女も連れてきてくださいね。肌荒れがね、本当お悩みね、悩んでいろんな薬をつけたり美容液を変えて試してみたけど、なかなか良くならなくて、でやっぱりこれ接客業なのでね、人前で喋るの、なんか肌荒れ見られるの嫌でマスクをねつけてたっていうことなんですけれども、本当にね、これ肌が変わってくるともうマスクいりません。もうね、もう肌をね見せたいぐらい本当に綺麗な肌になってくるとね、自信になりますから、ぜひね、こういうお悩みの方も一度ご相談くださいね。やっぱりね、悩んでね、今自分で対処してても良くならない場合は逆効果の場合もありますね。だから一回 見させていただいた上でね、私たちね、しっかり指導させてもらって、アドバイスもねさせてもらいますので、もう肌荒れ本当にね、もう男女問わずお悩みの方多いと思いますので、ぜひね、ご相談ください。で、美容液もね、こう潤いがアップする、ね、肌荒れ改善の美容液とかたくさんね、今、いいものたくさん出てると思うんですけども、ただそれがあなたに合っているかどうかっていうのは分かりませんね。万人に、効くものっていうのはありませんので、ぜひね、一度ご相談ください。肌の状態っていうのもね、しっかり見させていただきますので、ちょっとね、お気軽に、ね、本当にね、こう悩んでいる方多いので、お気軽にご相談、ね、ください。はい、それではここで1曲流します。
それでは、まだまだねたくさん DM 届いてますので、紹介ねしていきたいと思います。23歳女性、二重顎が気になります。なんとかしてください。二重顎が気になりますね。はい、なんとかします。顎の場所ね、顎下っていうのは皮下脂肪もね多いところなので、例えばちょっとね太っちゃったりするともちろん二重顎にはなるんですけども、ただこれは太ってなくてもなりますね。生活習慣、また下を向いている作業とかでね、作られるために、姿勢、また習慣のチェックもします。で、首が悪いケースもね非常に多いので、はい、なんとかしますし、一度ねこうやってご相談ください。で、状態ねこれも 見ないと分かんないんですよ。本当にその方のねお体の顔の状態、お体の状態って見させていただいた上で適切な施術をさせていただきます。二重顎本当にね印象変わりますよね。もうそこがねシャープになるだけでも本当にねすっきりしますので、ぜひはい、ご相談ください。はい、続いてまいります。26歳女性、昨年、年末に、子供を出産しました。おめでとうございます。出産したんですけれども、ちょっと椅子がね、椅子座った時に、腰がおかしいですっていうのと、あと体型が戻らないんですけども、どうにかしていただけますかという DM をいただきました。はい、ですね、これは、出産ね、出産された方は、わかると思うんですけども、実際ねこれ出産するためにリラキシンというホルモンが働いて、関節が緩んで骨盤を柔軟にする、骨盤を可動域を広げるようなねホルモン分泌があります。で、それがねやっぱり歪みとか関節痛の原因になって、また腰痛、体型が戻らない原因の一つになりますので、やっぱりね産後っていうのはしっかりね骨盤を締めて整えないといけません。で、まだね年末なので、半年経つか経たないかぐらいでしたらね、骨盤矯正しっかりさせていただきます。で、産後ね本当に1年2年経っても全然、私たち施術で、体型ね戻してますから、ただ戻りやすいってね、産後の半年間は特に戻りやすいよっていうことで、受けていただいた方がいいよっておすすめするんですけども、もう2年3年経ってもね、しっかり骨盤の状態見させていただきますので、はい、安心してねラボーテにお任せください。はい、なんとかしますし、そういうね座った時の違和感っていうのは必ず骨盤のズレがありますから、そういうのもしっかりさせていただきます。はい、どんどんね、メッセージください。ご相談ね、お答えしていきますしね。はい、続いてまいります。一月後に結婚式があります。おめでとうございますね。はい、一月後に結婚式があります。で、2週間後に前撮り写真を撮ります。で、毎日顔がむくんでいるので、すっきりして写真を撮りたいのですが、美容針していただけますかという、はい、メッセージいただきました。はい、もちろん全力でさせていただきますね。もう一生に残る、もうこれ前撮り写真もね、もう一生残る写真なので、ぜひラボーテにお任せください。バッチリねシャープなお顔で臨めるように仕上げます。で、この方お顔のこと言ってますけども、これ写真なんでドレス着るでしょ。なのでドレスもバッチリね、決まるね、決まるように整体を受けることもお勧めしますね。まあ、実際お会いしてお悩み聞いて、で、しっかり見させていただいた上でね、相談しながらしていくんですけれども、せっかくドレス着るので、はい、まあ、この方歪みがねなければ全然問題ないと思うんですけども、はい、ドレスもバッチリ似合ってね、で、写真もバッチリねシャープな、本当にね、綺麗なね輪郭で、お写真が撮れるように仕上げますので、はい、で、これ施術もそうなんですけども、こういう大事な撮影がある時っていうのは、
前日また当日の朝に効果がしっかり出るセルフケアとかもね、伝授します。私が伝授しますので安心して、相談してくださいね。結婚式じゃなくても本当にね、久々にこう何があるかな、久々のねメンバーとこう同窓会があるとかね、同窓会がある時なんかもねやっぱりこう綺麗にねなっていきたいじゃないですか。シャープにねむくんだ顔では行きたい方はねいらっしゃらないと思いますので、そういう大事な場面、大事な撮影ね、また大事なデートねとかも、ある時っていうのをしっかりねちょっと仕上げますので、ぜひ、ラボーテにご相談くださいね。ということでこの方ね結婚式があるということでご予約ねいただきました。なので前撮りの写真の前にね施術をさせていただいて、しっかりむくみをとってね、でまた本番ね、本番の結婚式でも、バッチリ綺麗にね、ウェディングドレスを着ていただけるように、ラボーテ、全力でサポートさせていただこうと思ってますので、はい、これねジューンブライドね、またね一月後なんでジューンブライドね、いいですね。もう結婚式、はい、あるっていう方はどんどんラボーテにご相談ください、ね、男性もそうです。タキシードがねしっかり似合うようにね、あの姿勢を整えたりとか、お顔の方もねバッチリ、もう どの角度から写真を撮られてもね、いけるようにさせていただきますので、ぜひ、ご相談くださいね。はい、ということで、時間になってまいりましたね。もう6月、目前という、ことですけれども、まだね、梅雨がねまだ、もうしばらくは続きますので、くれぐれも体調に気をつけて、また元気にラジオ聞いてください。はい、それでは今日も頑張って、お仕事また、学校ね勉強も頑張りましょう。ということでまた来週ね元気に、ラジオ聞いてください。それではバイバイ。